ポップティーン TV。 今ですね、こちら2つとも電源が入っている状態でまだバランスが取れていない状態ですね。でバランスを取るには、まあ、足を置くところにバランスを取るスイッチが中に入っているので、まあ、外から見ないんですけども、足をですね、本当にもうここに置いてもらうだけでバランスも自動的に取ってくれているので、自立してくれて、これでも乗ることが可能になります。はい、まずじゃあ1人ずつ、1人ずつ行きましょう。まだあるから、そろそろ安くなるから。はい、ちょっとつま先痛いです。これから時間したら、確かに、はい、怖い力入れてください、力入れてください。怖い怖い怖い、そう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 、わー、もういいですか。ノン君が真顔だった理由分かった。これ全然揺れるわ。あと何も考えなかった。逆によく濡れなかったですね。真ん中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 の左左の手自分から近づく。前のめりに乗ってもなるほど、超怖い。何電動アンチでも乗れますか。よし頑張ろう。ハイジ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 、楽しみます。ハイジハイジ、え、すごい、え、うまくない。あ、すごい、怖い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 、やばいやばい、普通に怖いんですけど。結構顔真剣ね。あ、なんか後ろ下がってる。左、左、笑顔になれない、わかります。結構神経超怖いです。オフオフオフ、なんかそのままさ、人に突進するのが怖いから。超神経、あ、でも慣れるでしょ、2周ぐらい。はい、すげえ音が鳴る。よし、ロボットで、あ、ここで帰れとね。なんか走るよな。おお。帰りがこれじゃあ。これなんで片方動かないんですか。重心がここの一点に。なるほど。重心真ん中になってる。こう。だいだいぶこっち来たね。確かに。ちょっとこっちの体重。これどこまでの調整するじゃん。おお。勝手に自主練してる。これ前に倒すのがいいのか、重心を前に倒すのがいいのか。おめでとう。